ようこそ美食の世界へ。今日は両国駅3番線もまた誰もいません。ここで何が待っているのでしょうか。今日餃子ステーションですね。はい、これが RGS 両国餃子ステーション、Yes。 そしてこのホームには秘密があります。ほう、何のホームか分かりますか。両国といえば何で、お相撲さん、お相撲さんです、ね、国技館。そうです、その通り、国技館。国技館には誰が来ます。お相撲さんです。はい、お相撲さんは何か。デブです。太ってます。重いです。はい、つまりお相撲さんというのは、だいたいね、あの飛行機に関してもお相撲さんが乗るときは場所決めますからね。傾いちゃう、重量配分が、そうです。なるべく真ん中にしておいて、真ん中、しかもね、あの後ろにすると尻餅ついちゃうんで。じゃあ主翼の真ん中あたりで、真ん中あたりで、その一番いいところにこう並べるわけです、そうしないとバランスが崩れてしまう。まあ、それと同じように、まあ、昔はね、昭和時代はやはりあのお相撲さんも電車移動って多かった。車とかで乗れないんですよ、どうするか。やはりね、あの普通の電車だとやっぱりいろいろ問題があったので、当時お相撲さん専用の列車があった。お相撲列車が、お相撲さん専用です。力士専用。まずはね、どこに行くんですか、そのお相撲列車は。一体全体どこ。ここですよ。いやいや、ここはかるけど、こっから違いますよ。つまりこのホームは力士専用列車の発着ホームだったわけです。いや、だってその終点は、え、力士の終点は、まあ、中野坂上とかいろんなとこから来るわけですよ、それは。何線なんですか、それ。総武線。総武線がそのままだから。だから総武線線に相撲部屋とは集中してたんですよ。あ、そうなんですか。知りませんか。だってに私もこのような体験をしているわけではない。あ、じゃあお相撲列車乗ったことあるんですか。え、ない、廃止です、そんなものは。戦争中の混乱期に廃止ですよ、贅沢は敵だ。お相撲列車、お相撲さんも戦争中どんどん痩せてった。辛い、辛い、辛い話です。象の花子と同じくらい悲しい話が待ってます、そこは。怒られるかな、そろそろ。怒らないでくださいね、皆さん。ということでですね、ここは幻の力士専用ホーム。なるほど、あ、本当にそうなんですか。違います。そう、そんなわけないじゃない、書いてあるでしょ、どこにもないじゃないですか、そんなの。いや、俺はこれは普通に、昔はここは あれですよ、房総半島へ向かう観光列車の出発点。ああ、観光列車。そうです。なんでそんな堂々と嘘をつ、もう1分間か3分間にわたって嘘をつき続けたんですか。私は嘘をつくのが仕事だからです。戦いの一番のポイントは何か、何が一番もったいないかって、焼いてる時間じゃない、食べる時間なんです。なるほど、食べる時間が足りないんです。あ、もう思いない。だってこの時間から餃子食ってるバカって言ってた。酒飲んで自分から全員行ってきます。俺たちはバカだ。これで蓋を取り、中火で羽にお好みの焼き目をつけました。箸です。すごい強引なドリブルが。で、開く、で、あげる。おお、これうまいね、これ。何にでも合うから。すごい、うまいわ。風鈴とかも餃子です。風鈴、いや、ちょっと嬉しい。で、スターウォーズどうだったんですか。予告編泣くでしょ。いや、なんか俺最初なんかマッドビデオを間違って見たのかなと思った。古い映像があったんで、ね、なんか編集してやってる。そうそう、ただね、あれを見て分かったんですけど、分かんない、
人生ですね。人の一生なんですよ、うんうん、確かにもしかしたらスターウォーズの1本目からそういうのを狙ってるのかもしれないんですよ、うん、親子の話だったらそういうもんじゃない。自分の人生と重なりすぎて動揺するんですよ。あむしろね、で間に合った、間に合った、これはこの物語の終わりに間に合った。周りにはやっぱね、間に合わずに死んでったやつがいるわけですよ。でも実は映画って人の一心じゃないですか、うんうん、実は死んで悲しい泣くって、本当死んでねえだろお前みたいな、うんうん、そういうのを本当に自分の現実の人生と重ねて描くのが実は映画だったりするわけです。なるほど。スターウォーズってそういうなんか神秘臭いところから一番離れてるはずだったんですよ最初は、うん、そうですね、娯楽ですか、ロボット、宇宙人、そいつが死のうと生き物が関係ねえってところでみんなやってたわけだよ、うん、だったら、なんですかあれは、こんなになんか心をこの宇宙人やロボットに揺さぶられる、まだどうなるか分かんないですよ、私も全然憶測の範囲内ですけど、うんうん、ふんぞり返ってる赤い目の C3PO、うんうん、あれやばい感じしますね。あれ？あれか。え、そこに、え、見落としてますね、いや、見ましたよ。あれが一番俺は、ゾッとしたんですよ。え、スターデストロイヤーが成立するところにあって、いや、そんなんだって、そんなんだって、あれじゃないですか、オブジェクトのなんかアニメーションじゃないですか。想像の範囲内。うん。まあ、かっこいいです、あれも。すごいかっこいいです。お互いパパパパッとワープアウトしてきて、向こうはもうずっとダーッと並んでる、スターデストロイヤー大行列みたいな。あ、かっこいいね。うん。勝てねえこれみたいな。それ以上に俺はビビるのは、なんか玉座みたいなのにふんぞり返ってる目が赤いんだ。シースリーピオーなの。あれは玉座だった。だって明らかにダークシリアスっぽいわけですよ。それが何なのか分かんない。そこも分かんない。俺も。そこはだからわざとああいうのを入れてるわけです。そう、スターウォーズ。絶対小学校の時図工の時間に作ったカイロレンが作った俺こいつ大好きなんだよみたいな作ったのに子供にいじめ、子供同士でいじめられるってあるじゃないですか。うまい、うまい、やったー、乗せた乗せた。